るわ。怒っておいやれよっつってんのかなこれ。皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間がやってまいりました。さあ私今回ね、珍しくこちらツールボックスの方を持っていきたいと思います。さあそして一人ジェイクになったね。一人メグちゃんがマップの方を持参してるね。よし、このね強いメンバーで今回やっていきたいと思います。さあ今回のジェイクはねレベル25レベルのジェイクなので、うまくね立ち回っていけるといいんだけど、まあでも相手がね、私ツールボックス持ってるジェイクだったけどそのままで来たね。これ一体何だったんだろうね、殺人鬼の方。トラッパーとかだとジェイク2人とかね、1人でもツールボックスとか持ってるとこうわ嫌だなっていう感じになったりするのかな。さあそして私今回、いや本当にね、あのアイテム持ってくるのって私本当全然しないから、こちらかなり珍しい感じとなっております。ん、そしてなかなか始まらない。ん、近くに1人いるね。あれ、どっか行っちゃった。1人いたよねここに。どっか、あそこだ。ん、もう1人いたね生存者。ねジェイク、まあ、まずは一番最初ちょっと発電機、いや来てるメグちゃん。どっちから来るかな、どっちから来るかな。私がターゲットのようだね。あら違う、罠拾ってたな殺人鬼。え、罠拾って拾って、そして私ここに紛れてる。ん、どっちから来る。あれ通り過ぎてっちゃった。3人ぐらいちょろちょろいたけど、あ1人見つかった。向こうにいるね、向こう側で今切られていると。 OK。 あらもう1人の生存者戻ってきた、ジェイクが戻ってきた。じゃあメグちゃんが見つかっちゃった。あーメグちゃんだ、メグちゃんがあそこでやられて、今回カチャカチャ言ってたってことはトラッパーだな。ちょっと私ね今のうちに、持参してきたから今回ツールボックス。メグちゃんあそこか、1個ぐらいね、1個2個ぐらいツールボックスとかね罠をパシンと壊したいんだよね。こちらからクリッと行ってどうしようかな。あら逃げた、脱出したみたい自分で。自力でメグちゃん脱出したってよ。いやいや珍しいね、あんな自力で脱出するなんて。さあそしてメグちゃんが逃げて発電機が一つついて、私がねここで肉揚げフックの方を、バシンとね壊しましょう。いやツールボックス持ってきたから早いよね壊すの。さあそしてねトラッパーだからできればねトラップ、あったあった、これこれこれをね壊しましょうか。さあしっかりねツールボックスを使ってもうバンとね壊しましょう。さあどうかな、ポイントうまうまでございます。250ポイントありがてえ。で、できればねもうあと 1,2 箇所ぐらい、ナイス発電機 1,2 箇所ぐらいね、ちょっとこれ肉掛け服壊したいなと思うんだよね。まだメグちゃん追われてるのかな、だいぶ頑張ってくれてる。あ別の人も見つかったみたい、発電機直したからそっちの方に来てるのかな。あこっち来るな、こっち来るってよ、こっち、あれ来ないな、こっちの方ちょろっと来てたけどやめたみたい。向こうで音がしてるな、誰かいるのか。あいや殺人鬼か、ちょっとここら辺で歩いてちまりしとこうと。あージェイク、さっき一緒に行動共にしてたジェイクかな。いやメグちゃんは自力で逃げたけどジェイク近いかないかな、大丈夫かな。で今回トラッパーだけどみんながね今回ちょろちょろ見つかってるもんだからトラップかかってないんじゃないかな、ほとんど。さあどうだ、地下かな、音が近い。あジェイク逃げたみたい、ナイス。肉揚げ服の方が壊れてたみたいだね。すぐにね見つけられなかったようだね。もう今回ガンガン走っちゃってるけども、ガンガン走って肉揚げ服の方を、もうバシバシ壊していこうか。ツールボックスジェイクだし、この分でいくとあと、ここ壊してもう一箇所ぐらい壊せるかも。ん？ジェイクどこだ、どこで倒れた、あそこか、ちょっとそっちの方に逃げてたんだね。あっちの方にじゃあ肉掛け服ないのかもしれないな、あっちにジェイク逃げたってことは。で、一個壊してもう一個ぐらいいけるんじゃないかな、ここら辺、壊したいな。あこれだ、うん、これでほとんどいくんじゃないか、私がこれで4個ぐらい。いやあれ地下だね、ちょっと位置が低いもんね。よしこのツールボックスでもガシガシ壊して、あれジェイク自力で逃げたって、今回何みんな自力で逃げるね。
あでジェイクが捕まっちゃってかけられて早かったもんね脱出するの。さあそしてね肉掛け服も壊してと。いやこれ殺人鬼にもねバレてるよね。あ誰かが罠にかかっている。ちょっとえ大丈夫かなあの方、私助け行くか。いや間に合うか、遠すぎる。ジェイク先救いに行こうかな。で殺人鬼が出てきているはずだから、あでも肉掛け服から脱出したみたい。よしよし。で、こちらに私が、いや殺人鬼来てるな、来てる、めっちゃ来てんだわ。ちょっと一旦ここで、隠れ、いやでも先だ、先に助けよ。よいしょっと。おい大丈夫かジェイク。あこのジェイクもツールボックス見つけたんだ。ってことは今回肉掛け服本当にないのかもしれないね。ちょっとここで別れた方がいいか、別々行く、いや一緒行くか。ジェイク大丈夫かな。あ向こう行った。いやジェイクがやっぱ狙い目だったみたいな。まあ一回これね切られて傷ついているから捕まえやすいっていう感じか。でできればねもう一箇所ぐらい肉掛け服壊したら、いやこれもしかしたら肉掛け服ほとんどないのかもしれないね。いやちょっと殺人鬼さんにはこれかわいそうな感じ、涙目になってるかもね殺人鬼。おいおいほとんどかけるとこねえじゃんみたいな、そんな感じになってるかも。あー誰が吊るされた、死んだみたい、ジェイクかな。であと2人が傷ついていると。ん治療したみたいだね。ってことは、2人一緒に行動共にしてるかも。で私がねこちら側の肉掛け服ほとんど壊しているから、もうかける場所ないんじゃないかな。残っててもあと1箇所ぐらいあるかもしれないと。でそこのトラップってこれ私があれ壊したやつだったかな。うんそうだ壊したやつだ。他にまあジェイクの方が肉掛け服の方を強調表示するパークがないもんだからね、あんまりトラップの方を見つけることできないんだよね。でもこうなったら肉掛け服かな。あとの2人に、ここはね発電機お任せしましょうか。うん治療し合ってたみたいだねやっぱり。で、外回りから行ってジェイクだからカラスほとんど泣かさないもんね走らない限り。そこの肉掛け服も壊れていると OK で、あとはあちら側、あそこも壊れてるか。いやもうほとんど壊れてんじゃん今回。あれもしかしたら地下にしかないのかな。うん、地下にしかない恐れがあるねこれ。いやマジかナイスだね。 OK じゃあね、あそこに殺人鬼今歩いてたね。じゃあこちら側からくるくるっと回っていきましょうか。もうあと1個ぐらいもしかしたらどこかに残っているかもしれないから、ちょっとそこら辺探していこう。で発電機が予備のも合わせてあと3つどこかにあると。で今回はね出口の方近いね、かなり近くにあると。でこちら下にも罠はかかっていない。あそこの肉掛け服ね。 OK じゃあここ壊したら、あこんなところにトラップ、あもしかしてここに誰かかけてたのかな殺人鬼。あやばこれ罠かからない、ん誰か一人怪我している。ちょっと待ってろよ今ここでパシンとやって、でできれば肉掛け服も壊したいけどいけないかな。これで音気づかれちゃうかな。こっちに来るか、あれ来ないか。あと出口に肉掛け服とトラップが1個ある。あそこで作業してる人いる、ナイス、よし OK でこっちそちらだね。うんでもう一人の生存者、あれ治療が終わってる、んさっきなんか切られてたっぽいけどうまく巻いたようだね。まあ今回ね肉掛け服の方がもうほぼほぼないもんね。いやー今回ねいい試合、殺人鬼からしたらもうたまんないけどねこんなので。殺人鬼がこちら側に来て、私こっちちょろちょろ歩いて、いやーそっちまずいね、あっちだあっち、メグちゃん大丈夫だといいけどな。で私が、ここら辺でこうちょろっとこっち来てんな、ここ、この隅っこ、どっちだどっちだ、この奥で戦ってるようだね。じゃあこの隙間大丈夫かな、そっち走っていくんじゃないかな。もう一個の出口に、あ一人逃げた、出口開いてるみたい、メグちゃん違うな、メグちゃんはまだ戦ってるもんね、んこっち開けてくれたようだね。で私ここちょろっと隠れて、メグちゃんも脱出したと。で殺人鬼がトラップかけてないね、あれどうすんだろう。あそこのね肉掛け服壊したいと思うんだけど、いややばいな来てるな来てる、ちょっとこちらに見られたかな、ん殺人鬼が、こちら来て、いやもう殺人鬼ね仕事ないよねあんまり、
なんか今回の殺人鬼結構かわいそうだったかな。ジェイク一人死んじゃった。ジェイクもツールボックス持ってたから、あとニカ・ケイクそれだけじゃないのかな。あと地下だもんね。で殺人鬼がこちらにね、私にこれポイント差し出していると、ありがてえ。よしここねパシンとやろう。で多分すぐ来るよね。うん。でサボタージュできんかなこれ。いやーどうかな、来る前に壊せたらいいんだけど。いや壊せないか、ちょっとポイント欲しいんだが。よし OK150 ポイントいただきや、ありがてえ。ん、もう一個罠を持ってきたようだね。ああ、ここ2つ並べてくれるんだ、なるほどね。で殺人鬼がトラップをかけて、うん、なるほどね。でもう一個のトラップも、そちらに必要以上にかけると、うん、なるほど。そして殺人鬼がちょっと離れて、怒ってるわ怒って、おいやれよっつってんのかなこれ、おいっていう感じ。いやあんまり近づきたくないんだよやっぱり。どうしよう、どうしようかなこれ。殺人鬼さん、これどうしたらいい。そっち行っても安全、そっち安全。ちょっと私ちょっと様子見行くよ、いい、切らないでね頼むから。ちょっとパシンとやるから、ちょ安全安全に行くわ、安全安全に。怒ってる怒ってる、殺人鬼のね何かしらを発動させようとしてたな。怖い怖い、油断せんようにしんとな殺人鬼。でも殺人鬼あれだよね、こっち側にもう来れないようにね罠かけちゃってるもんね。うん、まあいいかな、脱出しちゃおう、うん、はい。ということでね、今回エスケープでございました。まあ、ツールボックスジェイクとしての使命はだいぶ果たせたのではないでしょうか。はい。ということでね、サバイバルランクの方も、19になりました。ありがとうございます。まあ発電機の方ね、めぐちゃん、そしてね、うん、めぐちゃんたちが頑張ってくれたっていう感じかな。うん、まあ肉かけ服はねほとんどなかったという感じでございました。はい。このようなね結果でございました。あれ、殺人鬼今回サバイバルランク14だったんだね。いやーにしてもあれか、あの肉かけ服を我々ジェイク2人がほぼほぼ壊しちゃってたから、まああんまり仕事できなかったって感じ。あれ、ジェイクが死んじゃった。ジェイク、あれトラップ解除するパークなかったんだね。何もないジェイクだったようでした。はい。ということでね、まあ今回もちょっとポイントの方ありますので、ポイントね、うーん、どうしようかな。まあもうちょっと貯めてからでもいいのかな。まあ今回ね珍しく、まあ、ジェイクの方をね、うん、だいぶこれツールボックスで壊して、しかもね、消費せずに持って帰ることができました。でまあこのクローデット、少しずつクローデットを育てておりますので、ちょっとねパーク取っていきましょうか、うん、あちらのちょんちょん2つのレアか、でこちらが封印と、なるほどね。でこちらの、レアパークいただきました、ありがとうございます。あ、ちょっとポイントないか、うん、まあまたちょっとクローデットの方もねポイント試し次第、ちょっとねちょっとずつ、取っていきたいと思います。はい。いやにしてもねジェイク今回うまいこと言ったね、まあ、ツールボックス使ってさらに消費せずに帰ってこれたっていうのはね、大きいのではないでしょうか。まあゲージとしては本当にちょろっとしか残ってなかったんだけど、まあ多分またこれ持っていくときってゲージマックスで回復してるのかな、どうなんだろうかね。まあでもツールボックスなくなってないから、まあまあ良かったのかな。まあ今回ね発電機の方もあんまり起動できなかったからちょっとポイント低めとなっているかな。うん、まああとは最後のゲートもね開けられなかったのがちょっとこれ残念な感じでしたけど、まあね最後のゲートを開けれれば、まあ1万5千ポイント近くだったのかな。でもまあ2人のジェイク、まあ、もしかしたら他の生存者の方もね見てなかったけど、にかけ服壊すようなパークがあったのかな。ほとんど壊れてたもんね。まあ私のこのツールボックスジェイクの方でほとんど壊したっていうのもね大きいのではないでしょうか。私だけでも4箇所ぐらい壊したのかな。うん、いや本当にジェイクでツールボックス持ってくると長持ちするね。うん、まあこのサボタージュっていうのが一番しょぼいパークだから、これがねもう一個ちょっとレアなパークとかちょんちょん2つのパークとかになると、もうちょっとこれサボタージュのスピードが速くなったりするのではないでしょうか。
まあ今はねメグちゃん育ててジェイクを育ててきたので、最近はねクローデットも育ててきて、まあクローデットがある程度育ち次第またジェイクにもねこうポイント割り振ってきてもいいのかなっていう感じ。まあ最近ジェイクの方もレベル25レベルになってきたので、少しね優先度としては低い感じとなっております。まあねもしかしたらクローデットの動画もね先に上げているかもしれませんけど、まあジェイクでもコツコツとねデッドバイデイライトやっております。はい、ということでね今回はツールボックスジェイクで何個ね肉掛けフックと罠を壊せるかっていうようなね挑戦に近かったのではないでしょうか。一応ねデッドバイデイライトの方毎日コツコツプレイしておりますので、まあよろしかったらね楽しんでいただけたら私幸いでございます。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。